乗り方になります。8冊ね、数字の8を書くような乗り方。数字の8という数字を書くんですけども、バイクを乗る上で基本的な乗り方が入っています。アクセルを開ける、ブレーキをかける、右旋回。もう一回アクセルを開ける、ブレーキをかける、左旋回。ね、全てが入っています。ただ普通に乗っていただいても、昨年のチャンピオンの諸富士さんは上手に乗れますんで、そしたら先ほどのリーグリップできてないと、できてるバージョン2つを皆さんに見てもらおうと思います。これで8の字を行いたいと思いますね。1回目はですね、リーグリップしてない、目線が、ずれてる状況でやってもらいます。2回目はリーグリップして目線をしっかり走りたい方向に向けていく方向のやつをやってもらいますんで、皆さん見比べていただいたら分かると思います。そしたら森さんお願いします。今諸富士さん乗ってくださっているんですけれども、膝開いてますよね。膝ね、膝が開いてしまうと大骨盤とバラバラな動きになってしまいます。そうですね、バラバラな動きになるので、バランスを崩してさっきみたいに足が出ちゃいますね。そしたら次ニーグリップしていただいて、目線しっかり向けてお願いします。先ほどと違ってエンジンの音がそもそも変わりました。ちょっと待ってください、後ろ空いてますわ。まあ、こんなハプニングもありますんでね、ちょっと待ってくださいね。ね、こんなハプニングもありますけども、お付き合いください、はい。リングリップをできていることによって、ここまでアクセルを開けてもバイクが暴れない。 CB1300 の排気量あるんですけれども、全開で開けてます。全開ですごいですね。やっぱ開けますね。これは仕込んでないんですけどね。いやいや OK です。いやいや OK。 はい、これで8の字は終わるんですけども、次私が乗ろうと思うのは縦パイというパイロンの間を縫っていくような走り方になります。これも先ほどと一緒で、2回走るんですけども、2グリップをしていない時と2グリップをした時どれくらい差があるのかっていうのを、見てもらおうと思います。